おはようございます。おはようございます。タイトルが残ってないですね。タイトルではですね、ごめんなさい。昨日のまんまですね、これ直るのかな。ちょっとタイトル今から直るかどうか。やってみましょう。すいません。タイトルちょっと直しますね。今から直るかどうかちょっと分かりません。タイトルを今変えました。それでは行きましょう。はい、それではおはようございます。おはようございます。はい、はい、にゃおこさん、おはようございます。10月27日木曜日、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、 When he raised Christ from death and let him sit at his right side in heaven。 キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、エペソ1章の20。イエス様がですね、復活しました。十字架にかかって、3日目によみがえって、天に昇られて、そして、父の右の座に座りました。父の右の座に座りました。それは、どういうことかと言いますと、神様と同じくらいにつくということのようです。右の座というのは神様と同等という、ちょっと教会のハイビスカスが咲きました。ワオ、3つ咲いてますね。いいですね。これも綺麗です。今日はですね、やっぱり天気ですね。とてもいい天気です。今日は寒くもなく、暑くもなく、すごくいい気候です。いい天気です。まあ、最高の外配信日和というか、最高の外配信日和ですね。やはり、あっちの方に、あれですね、見てますね。で、今週はですね、ハロウィンに向けて、霊的な戦いが激しいと思います。どのように霊的な戦いが激しいか、それはちょっと、具体的にはわかりません。世界中の悪魔崇拝者たちが、教会やクリスチャンを呪ってるのです。悪魔の敵は、もちろん神様、悪魔にとって神様が敵であり、悪魔にとって教会が敵であり、悪魔にとってクリスチャンが敵なんです。そして、教会にとっても、悪魔が敵であり、神様にとっても悪魔が敵です。おはようございます。おはようございます。どうも、いい天気ですね。お元気ですか？え、なんとかやってます。え、お医者さんと相談しながら。ああ、そうですね。そうですか。ちょっと怖い。何週間も種類が、数が多いから、ね、行く数が多い、病院に行く数が多い、薬の数が多い、そうですか。私がイエス様が癒してくれますのでね、ぜひイエス様癒してって言ってくださいね。はい、よろしく。今朝もですね、ちょっと伝道ができました。
今朝も、あの方が救われてほしいですね。私たちの敵は悪魔です。しかしもうイエス様、その敵である悪魔に十字架でもう勝利、大丈夫ですね。イエス様、悪魔に勝利しました。十字架で勝利したんですね。もうすでに十字架で勝利した。ですから私たちは十字架を見上げるときに悪魔に勝つんです。セラさん、おはようございます。セラさん、おはようございます。十字架を見上げるときに悪魔に勝つんです。十字架を見上げるときに悪魔に勝ちます。キーちゃんは悪魔と戦ったことありますか？いや、毎日ですよ。毎日ですよ。今もですよ。今も。皆さん、私たちは霊的戦いというのは、悪魔と戦っているということですよ。皆さんも戦ってるんですよ。皆さんはですね、もう家族と戦ったり、その中で戦ってるようですけど、実際は違うんですよ。実際はですね、皆さんは悪魔と戦ってるんですね。実際は皆さんは悪魔と戦ってるんです。今週は急に寒くなったせいか、ハロウィンが近いか、体調を崩しています。お彼岸、お盆の時も、重たかったです。そうですね。まあ、やっぱり霊的な問題なんですね。まあ、すべてのことが霊的な問題です。そういうわけで皆さんが、今朝も一緒に集まって、こうやってですね、皆さんが御言葉を聞くことは正解なんですよ。私たちは、信仰で武装します。信仰で武装します。目を覚まして、慎んで、戦います。私たちは、まあ、ある意味では24時間戦いなんですね。24時間、24時間、霊的な戦いなんです。ちょっとですね、知ってる方がいるので、どうしましょうかね。知ってる方がいたので、ちょっとお会いしようと思ったんですけど、行っちゃいました。いつも皆さんはですね、いつも皆さんは悪魔と戦ってるんです。そしてその悪魔にとの戦いにですね、勝つことができます。ね、その、多くの人はもう悪魔に負けきってるんですね。多くの人は悪魔に負けきってます。多くの人は悪魔に負けてるんです。悪いことをするというのは悪魔に負けちゃってるということですね。悪魔と戦ってます。悪いことをするということは悪魔に負けちゃってるんです。イエス様を信じるということが勝利なんですね。イエス・キリストを信じる者が勝利者と書いてあります。ですからまだ信じてない方は悪魔に負けているということです。悪魔に騙されて信じることをですね、妨げられている。悪魔に騙されて信じることを騙されている。信じることを妨げられているんです。ですから皆さんが、もうイエス様を信じた方は、勝利しているんです。イエス・キリストは信じる者は勝利者なんです。なぜかというと、悪魔は信じさせたくないからです。悪魔は神を信じさせたくない。イエス様を信じさせたくない。
だから、信じてないということは悪魔に負けてるということなんですね。そのことがはっきり分かると、イエス様を信じる理由が分かってきます。イエス様を信じる理由が分かってきます。どっち行きましょうか、こっちが行く、あっちが行く、こっちが行く、あっちが行く、こっちが行く、イエス・キリストを信じることが勝利だということですね。イエス・キリストを信じることが勝利、イエス様を信じることが勝利。そして日々の生活の中でイエス様の、その教えに沿うことが勝利、イエス様の教えに反することが敗北です。ですから私たちは、毎日の生活の中で、ね、戦いがあるんです。誘惑に勝てば勝利です。誘惑に負ければ敗北です。罪を犯せば敗北です。罪を犯さないでいられたら勝利です。信仰的なことができたら勝利ですね。信仰的なことができたら勝利。そして、罪を犯したらば敗北です。でも皆さん、私たちは弱いです。もういつも誘惑に負けて、いつも誘惑に負けてですね、罪を犯す安いものです。私たちは、罪を犯しやすいものですけれども、罪を犯さないように、ね、気をつけましょう、罪を犯さないように、日々ですね戦うのです。勇敢に戦ってください。誘惑に負けてこのキャストに来てしまった、いえそれは勝利ですよ。それは勝利、この放送に来ることは誘惑ではないんです。誘惑ではなくて、この放送に来ることは大正解、むしろ勝利ですね。キーちゃんの言ってることって聖書通りじゃないとダメってことでしょ、パリサイ派と同じ教条主義と変わらない気がする。ですね、まあ教条主義、私たちはね、その立法主義と言いますね。立法主義というのは、人間の力で良いことをしようとすることですね。人間の力で、自分を自己義にすることです。しかし私たちが言っているのは、十字架の力、聖霊の力で良いことをしようと言ってるわけですね。あ、これ綺麗ですね。これ綺麗な花、聖霊様の力で、聖霊様の力で良いことをしよう。それが、信仰です。自分の力ではない、自分の力ではない。これはもう枯れてるね。自分の力ではなく、十字架の力、十字架の力で歩む、それが信仰ですよね。それが信仰です。あ、これみかんだったんですね。みかん、
みかんですね。ここはちょっと景色のいいところがあるので、ちょっとお見せしましょうね。ここですね。ちょっと景色がいいです。いいですよ、ここの景色がね。逆光だからちょっと見えにくいかな。ちょっと逆光。ちょっと逆光ですね。向こうは、あとは何があるかな。そうですね。ですから、私は日々ですね、勝利から勝利、信仰によって勝利から勝利することができます。イエス・キリストを信じてだんだんですね、強くなります。最初は失敗だらけでしょう。最初はですね、イエス様を信じてすぐに、勝利から勝利にはならないでしょう。はじめは弱くて、すぐに罪を犯すようなものです。しかし、イエス様がですね、だん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 信仰を強めてください。勝利できるように、勝利できるようにしてくれるんです。風が強く、だん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 ですね、だん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 強く、信仰が強くなるようにね、風が吹いてますね。車には給油が必要です。スマホには充電が必要です。人間には油注ぎが必要なんです。アメン。アメン。アメン。そうですね。どうしましょう。ちょっと。風の。ここは風が強いかもしれないですね。やはりここは景色がいいですね。ここはやはり気持ちのいいところなので、天気のいい日はやはりここに行きたくなります。
まあ、そういうわけでですね、私たちは日々、戦いです。しかし、神の兵士として、神の兵士として勇敢に戦いなさいとあります。最初はですね、もう失敗だらけでしょう。最初は失敗だらけです。しかしだんだん訓練して、勝てるようになります。皆さん、私たちは日々が訓練になります。日々が訓練です。試練は訓練なんです。伊崎さん、おはようございます。日々が訓練なんですね。ぜひ皆さん、その皆さんが、試練を乗り越えて、試練を乗り越えて勝利してほしいと思います。皆さんの持っている問題に勝利してほしいと思います。キューちゃんも失敗だらけだったんですか？いや、今でも失敗だらけです今でも失敗だらけですよ、皆さん。今も失敗だらけです。でもイエス様は、7の70倍許してくれます。悔い改めれば、イエス様は優しい方です。イエス様はですね、悔い改めれば7の70倍許してくれますから、皆さん、よかったですね。優しい神様でよかったです。もう超優しいですね。超優しい。何を失敗したのか知りたい。そうですね、最近失敗したのは 何だったかな。最近失敗したことは何でしょう。そうですね、最近失敗したことは、まあ、ちょっと思いつかないですけど、ちっちゃなことはたくさんありますよ。ちっちゃなことがね、人への対応とかね、言葉遣いとかね、それから心がですね、まあ、その信仰的かどうか、ネガティブになってないかどうか、いろいろ失敗がたくさんありますよね。山本さん、僕も以前キューちゃんに悪口ばかりしていましたが、許してもらいました。ありがとうございます。アメンアメンアメン。私たちは、七転び八起き、聖書に言うと、ね、七転び八起きは書いてなくて、七回転んでも、立ち上がらせてくださると書いてあります。神様はそういうお方です。私たちが転んでも、もう一度立ち上がらせてくださる神様。私たちが失敗しても、もう一度手を取って、イエス様といえば、イエス様といえばですね、イエス様がすぐに助けてくださる。すぐに助けてくださるんです。ですから、皆さん、希望を持ちましょう。私たちにはイエス様がおられるのです。私たちにはイエス様がおられるのです。何も心配しなくていいのです。何も恐れなくていいのです。全部委ねてください。全部委ねてください。恐れないで。大胆に。強くあれ。惜しくあれ。とあります。強くあれ。惜しくあれ。恐れてはならない。心配してはならない。私が共にいる。私が共にいる。皆さん、私たちは何も恐れなくていいのです。何も心配しなくていいのです。イエス様が一緒にいるならば、勝利できるのです。イエス様から離れることが敗北です。イエス様から離れること、信仰から逸れてしまうこと、
それが敗北です。いつも御言葉にとどまるならば、いつも、御言葉にとどまるならば、私たちは勝利できます。はい、おはようございます。おはようございます。今日の御言葉はですね、イエス様が、その、天に行って、父の御、右に、の座に座るという。あ、偶像に拝んではいけない。ごめんなさい。それはですね、昨日のタイトルでした。昨日の夜のタイトルがまだ残ってました。ごめんなさい。タイトルがですね、変えるのを、忘れていました。すいません。イエス様は今、父の右の座に座って、私たちを取りなしてくださると書かれています。皆さん、イエスキリストを信じる者は、イエス様の取りなしを受けているんです。イエス様の取りなしを受けているんです。ですから、イエス様が味方なんです。イエス様が味方なんです。ですから、皆さん、喜びましょう。私たちは孤独ではないのです。私たちには保証人がいる。保証人がいるんです。私たちにはですね、私たちをその守ってくださる方がいるんです。拝んだりしていいのかしてはダメなのか気になりました。偶像拝んではいけません。偶像拝んではいけません。偶像拝むというのは悪魔を拝むということです。偶像拝むというのは悪魔を拝むということです。それは、禁じられてます。禁じられてます。皆さんがイエス様だけを愛する。イエス様だけを信じる。イエス様一筋になることが信仰なんです。イエス様一筋。偶像を持ってはいけません。偶像を持ってはいけません。彼氏を持ってはいけません。彼女を持ってはいけません。お金を愛してはいけません。自分を愛してはいけません。イエス様以外のものを愛してはいけません。イエス様以外のものを愛するのは、それが偶像です。もちろん、兄弟姉妹を愛したり、家族を愛したりすることは OK です。しかし、イエス様より愛してはいけないんですね。イエス様より愛するものがあってはいけないのです。もし、イエス様以上に愛するものがあったら、それが偶像です。そして、それは、イエス様が妬むということですね。イエス様が妬む。人間の妬みは悪いことです。神様の妬みは OK です。彼氏彼女を持ってはいけないのですか？結婚できなくないですか？新婚結婚は OK ですよ。新婚結婚は OK ですか？不倫婚はダメです。恋愛もダメです。不倫婚と恋愛はダメです。新婚結婚なら OK ですよ。そういうわけで、今イエス様は、その天の神の右の座に座っておられますが、しかしイエスキリストを信じる人の心の中にも来てくれます。私たちの中にイエス様がおられるのです。聖霊を受けた者の中にイエス様がおられるのです。ですから私たちはイエス様と共に、歩むことが必要です。イエス様と共に歩む。イエス様と共に歩む。それが信仰です。そして、私たちは自分の力や自分の思いではなく、イエス様が与えてくださる恵みの中で生かされます。
イエス様がくださる恵みの中で生きることができます。喜んで生きることができるんです。信仰結婚っていうのはクリスチャン同士ならいいんですね。それもですね、成熟したクリスチャン同士ですね。未熟じゃダメなんですね。未熟じゃダメです。結婚というですね、大きな責任を全うすることができるほどの信仰が必要です。未熟な信仰では失敗してしまいます。独身だと思います。まあ、イエス様もパウロもですね、独身の方を進めていますね。結婚しちゃいけないということはないんですけど、結婚してもいいんですけど、でもイエス様もパウロもですね、独身を進めています。ですから皆さん、結婚できないと嘆かないでください。結婚できないと嘆かないでください。独身の方がベターなんです。独身の方がベターなんです。成熟したクリスチャンとか未熟なクリスチャンとか牧師さんが判断するのですか。そうですね、そうです。自分じゃなかなか判断できないでしょう。牧師がですね判断します。多くの人は自分で結婚を決めますけど、本来は、教会で、その結婚式も、教会の結婚式というのはやはり、礼拝行為なんですね。その神の前で、まあ、結婚を認めるというか、神の前で夫婦と認めるわけです。ですから当然教会の許可が必要なんですね。自分たちで勝手に結婚することは間違っているわけです。正しい結婚なのか、例えば不倫婚の延長の結婚とかね、その同棲しながら結婚するとか、それはダメなんですね。それはダメなんです。もちろんね、この不倫してから結婚するとか、それから、まあ、できちゃった結婚も良くないんですね。できちゃった結婚も良くない。そういう間違った結婚がたくさんあるんですね。牧師が結婚を反対することもあるんですか？ありますよ。ありますよ。当然ね。当然あります。例えばですね、多宗教の人と結婚するのはもちろん反対ですね。無信者の人と結婚することも反対です。そして例えばね、お酒飲んだりギャンブルやったりね、もうなんて言うんでしょうか、結婚生活が成り立たないような生活をしている人と結婚してはいけませんよね。教会はそういうふうに正しい結婚をするように進めるわけですね。もちろんアル中の人と結婚することは反対ですね。アル中の人と結婚することは反対です。はい、まあそういうわけで、結婚というのは一つの証ですね。結婚というのはその人が信仰的な家庭を作る、信仰的な夫婦を作るという証なんですね。ですからそういう意味で証になる結婚が大事なんです。証になる結婚が大事なんです。はい、
そういうわけで、ぜひ皆さん、独身だとしても、結婚するにしても、神様の栄光を表す必要があるんですね。独身だとしても、その神様の栄光を表す、神様の栄光を表す、それが大事なことです。それが大事です。独身であろうと結婚であろうと、私たちの生きる目的は神の栄光を表すことです。神様の栄光を表す。それが私たちの人生です。もし悪いことをするならば、それは神の栄光ではないですよね。お金がなくても苦労しそうな人でも、一生懸命真面目に生きる方と付き合っていきたい。そうですよ、さきさん。お金じゃないんです。信仰があればいいんです。ちゃんとした信仰ですね。一生懸命真面目だけじゃダメですよ、さきさん。信仰がなければダメです。信仰を持って真面目に生きるならば、貧しくてもいいんです。お金じゃないんです。その人の信仰が大事なんです。だから信仰結婚というんですね。信仰結婚。信仰結婚というのは、信仰によって、歩む結婚。信仰によって歩む結婚。それが信仰結婚です。お金がなくてもいいんです。神の愛があればいいんですね。神の愛があれば良い結婚ができます。しかし世の中の結婚は神の愛がないんですね。世の中の結婚は神の愛がなくて、愛し合ってない結婚。信仰が欠けてる方が多いから難しい。確かにですね、今まだ、ね、成熟したクリスチャンが少ないですから、なかなか結婚相手を見つけるのは大変かもしれません。これからでもリバイバルが起きればですね、リバイバルが起きれば、成熟したクリスチャンも増えてくると思います。成熟したクリスチャンも増えてくると思います。はい。まあ、そういうわけで、もし私たちが罪を犯すならば、神の栄光を表してないです。私たちが悪いことをするならば、それは、その悪魔の栄光になってしまうんです。しかし私たちが、信仰的なイエス様の教えを守るなら、イエス様の教えを守るなら、それは神の栄光なんですね。神様に栄光を、返していることになります。どっちがいいですか？どっちがいいですか？どっちがいいですか？もちろん良いことをして神様に栄光を、返すことですよね。神様に栄光を返して歩む。教会の名義ではなく個人なんですね。宗教法人の取得をお勧めします。宗教法人を取るためには、不動産とか少し大きなその教会にならないと宗教法人は取れません。宗教法人取ってない教会の方が圧倒的に多いと思います。大きな教会だけが宗教法人取れます。小さな教会は宗教法人に取れません。まあ、どっちかというと宗教法人欲しくない。宗教法人っていうのはなんか国にですね、なんか登録するみたいな感じで。宗教法人欲しくないですね。あまり欲しくない。親が離婚したんですが、どう考えたらよいでしょうか。また復縁するように祈ってあげてください。復縁するように祈ってあげてください。
がちょっとおかしくなってます。はい。画面がちょっとおかしくなってますが、ちょっと、ちょっとですね、パソコンのスペックが悪くてですね、何か動きが悪いというか、ちょっと動きが悪いですね。はい、映ってます。大丈夫ですね。はい。はい、画面戻りました。すいませんでした。一瞬怖い目つきをした。家族は病気で少しでも良くなるようにお願いしたいのですが、どうすれば良いのですか？ゲス様に祈るのです。ね。何でもかんでも。何でもかんでもイエス様に祈るんです。信じて。信じて祈るのです。信じて祈るのです。イエス様に祈るんです。ぜひ、皆さん、私たちはね、祈るのです。ね、何でも困ったことがあったら、もう素直にですね。素直にイエス様に祈るんです。イエス様おっしゃいました。私にとどまり、私の言葉にとどまるなら、何でも祈りなさい。それが叶えられると書いてあります。日本のクリスチャンは信者同士の結婚でないと破綻すると思います。日本だけじゃないです。もう、どんな結婚でも、クリスチャン同士でなければダメです。イエス様に祈るのはどこで祈っても良いのでしょうか？はい、そうです。どこで祈ってもいいです。どこでも歩きながらでも、仕事しながらでも、学校でも、会社でも、どこでも祈っていいんですね。どこでも祈ってもいいです。むしろ、いつも絶えず祈りなさいという命令がありますね。絶えず祈りなさい。イエス様のことが分かれば分かるほど祈るようになるでしょう。イエス様が答えてくださるということを体験すればするほど祈るようになります。神様を知らなければ祈らないでしょう。しかし、そのイエス様を何よって祈るならば、何でも叶えてくれるということを体験して、体験すればするほど、理解すれば理解するほど祈るようになります。祈りは信仰の結果なんですね。祈るということは信仰の結果です。この放送で神様を知りました。父は韓国人の方と再婚してしまいましたが、母はまだしてません。父と母の再婚を願っていいんですか？ああ、そうですか。そうですね。お父さんがね、再婚してしまったならちょっと、難しいですね。離婚を祈ってはいけないわけですから。まあそれは、じゃあお父さんとお母さんの救いを祈ってあげてくださいね。お父さんとお母さんの救いを祈ってあげてください。一日一回祈るのでは少ないですか？少ないです。少ないです。絶えず祈ってください。絶えず祈ってください。以前は悪いことばかり考えてましたが、今は祈る時間の方が増えました。素晴らしい。ハレルヤ。ハレルヤ。以前は悪いことばかり考えてましたが、今は祈る時間が増えています。今残業なんですが、祈ればなくなりますか？祈ってみてください。とにかく祈るのです。そして、失望しないで祈り続けなさいとありますね。失望しないで。一回二回、叶えられないからもう祈るのをやめちゃうのじゃなくて、祈り続けることが大事です。
一日最高何回乗ったことがありますか？絶えずに乗っています。絶えずに乗っています。それでは、明石タイム行きましょう。イエス様を信じて。イエス様を信じて。悪魔に勝利した証。悪魔に勝った証。なるほど、父と母の救いを祈ってあげます。母がまた素敵な人と再婚することも願ってあげたいです。一応ですね、ヒロさん、再婚は禁じられてるんですね。再婚は禁じられてますから、再婚は、願わなくていいと思います。イエス様を信じて、勝利、敗北から勝利の人生になった証。敗北から勝利の人生になった証。スタート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 。詐欺は良くて最高はダメ。全然意味が違うじゃないですか。悪口ばかりの暗黒放送を見るのをやめました。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝しようと思いました。サラさん、その通りですよ。アメン、アメン。私は恵まれているんだと最近よく感じます。アメン、アメン。イエス様を信じるということは、もう最高の恵みです。永遠の命は最高の恵みです。朝は気持ち良いですね。母と父の救いを祈ってあげたいです。アメン。アメン。それが最高の親孝行です。最高の親孝行です。親の救いを祈ってください。親の救いを祈ることが、最高の親孝行です。はい、メラニーさん、チッス。メラニーさん、チッス、久しぶりです。はい、ありがとうございました。証、少なかったですけど、ありがとうございました。人間にどうやって油を注ぐんですか？新約ではですね、霊的な問題ですね。旧約では実際に本当にこう油をかけたんですけど、新約ではですね、霊的なことです。牧師さんなんですか？はい、牧師です。牧師です。キューちゃんは歯医者をどちらで開業されてますか？今の教会がですね、元歯科診療所です。歯科診療所を辞めて、そこを教会にしています。
リアルの教会があります。リアルの教会ですね。日曜日にはその礼拝ライブをしています。礼拝ライブ、宗派はプロテスタントですか。プロテスタントです。プロテスタントのカリスマ派です。そしてカリスマ派の団体に3つ所属しております。カリスマ派の団体に3つ所属しています。はい、まあそういうわけで皆さん、私たちは、いつもイエス様が、取りなししてくださっています。イエス様が、いつも私たちの取りなしをしてくださっています。ですから皆さん、強くあれ、惜しくあれ、強くあれ、惜しくあれ、強くあれ、惜しくあれ、イエス様が共にいる、イエス様が共にいる、それがとても大事ですね。そうです、強くあれ、惜しくあれ、そうですね。私たちはこの人生の中で、その霊的な戦いの中で、イエス様と共に、イエス様と共に悪魔に勝利しなければなりません。皆さん、負けてはいけません。悪魔に負けてはいけません。私たちが信仰で歩むとき、いろいろな誘惑に遭います。いろいろなその悪魔から嘘が来ます。悪魔から攻撃が来ます。火と言ってですね、まあ、その火がついた矢なんですけど、そういう悪魔からですね、嘘という火が飛んできます。それを受けない、体に受けないように、信仰という大盾で私たちは自分を守ります。悪魔の攻撃から私たちは自分を守らなければなりません。そのためには皆さん、悪魔の嘘を聞かないように気をつけましょう。悪魔の嘘を聞かない、しっかり神の武具を身につけて、しっかり神の兵士として戦いませんか。そしてこうやって一緒にですね、まあ放送ですが、一緒にこの信仰を学ぶ、御言葉を学ぶ、信仰を学ぶことがとても大事なんです。一緒にね、一緒に学ぶ、一緒に成長する、一緒に祈る、それがいかに大事なことか、とてもとても大事なことなんですね。はい、それじゃあ、招きをしましょうね。招きをしましょう。今日の放送を聞いて、悪魔に勝利しなきゃいけないんだ、イエス様を信じることが勝利なんだ、誘惑に勝つためには信仰がどうしても必要なんだ、悪魔に栄光を渡すのではなく神様に栄光を返したい、神様に栄光を返したい、そのように思う方、これからはイエス様を信じて、悪いことをやめて良いことをしたい、イエス様に従いたい、悪魔に勝ちたい、すべてのことを悪魔に勝ちたい、そのように思う方、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメン、アメン。
アメン。アメン。アメン。素晴らしい。アメン。皆さんがアメンというだけで天に宝を蓄えますよ。皆さんがアメンというだけで天では喜びがあります。天では喜びがあります。天のお父様、感謝します。今日の放送感謝します。イエス様、多くの人はサタンの虜、サタンの餌食、サタンの奴隷になっています。多くの人は罪の中で、罪の奴隷として歩んでます。イエス様、憐れんでください。たくさんの人を救ってください。たくさんの人を悪魔から救ってください。罪から救ってください。イエス様、憐れんでください。彼らは何も知らないのです。何も知らないのです。イエス様、あなたを知らないのです。あなたを知らないのです。イエス様、どうぞあなたご自身を表してください。このように表してください。クリスチャンを通して表してください。イエス様、どうぞ憐れんでください。多くの人たちが罪から神に立ち返りますよ。神様に立ち返ります。イエス様、どうぞ今アメンと言った方々が救われますよ。アメンと言った方々が救われて、神の栄光を表す器となっていきますように。励ましてください。強めてください。励ましてください。強めてください。どうぞ今日一日も勝利の一日でありますように。悪魔の嘘から、嘘を見破り、御言葉を実行することができますように。御言葉を実行して、神の兵士として、勝利の喜びを味わうことができますように。勝利から勝利。勝利から勝利。栄光から栄光。イエス様、日々勝利します。日々、信仰で勝利します。このように放送上ですが、兄弟姉妹と一緒に祈れることを感謝します。兄弟姉妹と歩めることを感謝します。あなたの栄光を表してください。世の光として、あなたの栄光を表してください。あなたの福音を述べ伝える勇気を与えてください。感謝します。イエス様、心から感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。はい、皆さんありがとうございました。来週の月曜日、ハロウィンまで、いろいろですね、これから、いろんな問題が起きるかもしれません。祈ってください。イエス様のために、福音のために祈ってください。それじゃあ、ありがとうございました。また、今晩、ニコ生、夜8時。明日の朝は、ニコ生です。それでは、シャローム、良い一日を。良い一日を、シャローム。シャローム。シャローム、良い一日を。シャローム。